武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は京都産業大学の入試について話していきたいと思います。京都産業大学ですが、2015年に大学創立50周年を迎えて、そこから結構学部学科の、再編なり新設、いくつかなってまして、2017年に、現代社会学部、社会学科、開設、情報理工学部、理工学科が、2018年に開設予定となっております。そんな京都産業大学ですが、入試形式はですね、3科目型と2科目型があり、まあ、3科目型は、まあ、文系の英数もしくは社と国と理系の英数理で、スタンダードの2科目型ですね、こちらは英数国から2科目と、まあ、文系理系で、まあ、変わるような形ですね、になっております。そんな京都産業大ですが、それぞれの科目の勉強法、英語、数学、国語、日本史、世界史、政治経済、現代社会、物理、化学、生物となっております。自分が見たい科目を選択してください。